はい。はい。高校はもう卒業してる。世界探偵局公認探偵、ハウンドの。いや、伝説なんてない。また俺の知らないデマが増えてるな。俺はただの獣王だて望むだ。不審者？そういう情報は俺の耳には入ってないな。教えてもらえるか？子供が遊ぶような公園に、身なりのいい男の子。こんな騒がしいところで休憩はないだろうし、怪しいな。兄貴、ここにいたんすね。この公園も探すんすか？ここは必要ない。行くぞ、ロミオ、ケルベロス。いいんですか？木とかいっぱいあって隠れる場所ありますよ。この公園は子供の遊び場だ。騒がしいところは猫は避ける。なるほど、さすが兄貴、ペット探しのプロっすね。はい、ハウンドのロミオです。ああ、依頼主の。ジュリエットですか？兄貴、依頼主の人が電話代わってほしいって。はい、どうぞ。はい、はい。何？目撃情報が。すぐに向かいます。ありがとうございます。新情報ですね、兄貴。隣町との境で見かけたとの情報があったそうだ。行くぞ。おっす。しかし、隣町との境は途中で幹線道路を挟んでいる。俺の読みが外れた。いや、兄ちゃんに何かあった。情報によると、この辺りで兄ちゃんは目撃されたらしい。いると思います？ああ、確実にこの辺りだ。あ、し、ロミオ、依頼主から預かったあれを出せ。了解っす。ここに兄ちゃんトイレの砂を置いてっと。一旦見えないとこまで引くぞ。猫が来たっす。写真もう一度確認します。いや、間違いない、みーちゃんだ。ここからでよくわかるっすね。特徴は白黒の8割、右前足だけ靴下履き忘れ。履き忘れじゃない、チャームポイントだ。させ。確認した、怪我はしていないようだ。箱入り娘じゃ腹を空かせているだろうし。よし、プラン N だ。いきなりプラン N？ 捕獲器使わなくていいんすか？万が一逃げ出すようならここへ追い込む。ロミは網を持って、ケルベロスと待機だ。いい子だ。さ、こっちにおいで。ヤールもあるぞ。よしよし、腹減ってたんだよな。ほら、誰も取らないからゆっくり舐めろ。みーちゃんの大好きな鰹節味だぞ。ロミオ、ケルベロス、来ていいぞ。はいはい、お疲れ様っす、兄貴。プラン N 大成功っすね。ペットキャリー持ってきました。って、兄貴、また思いっきり噛まれてません？血出てますよ。この程度なら問題ない。ああ、もうすぐ消毒するっすよ。頼む。兄貴、いくらペット探偵って言っても、こう生傷が絶えないのはどうすか？俺は別に探偵じゃなくて、下町の便利屋さんのままでもよかったんだがな。ダメダメ、そこはちゃんと探偵としてやっていかないと。兄貴、お人よしだから何でも引き受けちゃうし。この俺が兄貴をちゃんとプロテクトするんで。それを言うならプロデュースじゃないか。さすが兄貴。プロテクトじゃ、お前に守られてることになるな。ちゃんと守ってますよ。猫に噛まれたらちゃんと消毒しておかないと腫れますよ。そうだな。それじゃ
みーちゃんを連れて帰るか。はい。よかったですね、兄貴。無事にみーちゃんを飼い主さんに引き渡せて。なあ、早めに依頼を出してくれたおかげで、みーちゃんの消耗も思ったより少なかったようだ。明日は何の依頼を受けます？ペット絡みだと、こんな感じっす。見せてみろ。どうしたんですか、兄貴。妙だな。何がす？今日のみーちゃんの依頼はどんなだった？気がつかないうちに脱走してしまったみーちゃんを探してほしいでした。みーちゃんの特徴は？一切白黒の8割れですかね。この依頼リストを見てみろ。猫探しが多いっすね。猫が集団脱走でもしてるのかな。それだけじゃない。特徴を見てみろ。あれ、みんな白と黒。それにこの近所の若い猫ばっかり。おかしいと思わないか。この辺りで複数の白黒の猫がいなくなってる。つまりわかんないっす。ロミオ、お前はそれでいい。なんか知んないけど、兄貴に褒められた。いや、褒めてはないぞ。あのな、こうも考えられないか。何者かによって、若い白黒の猫が集められていると。まさか。気づいたか。猫フェチの犯行？そうじゃないと思うぞ。しかし、これは看過できないな。看過ってなんすか？見過ごせないって意味だ。いいかロミオ、お前も忙しいのはわかるが、少しは本を読むとか。ん？いや、今度一緒にアニメでも見るか。やったー！あ、じゃあ兄貴ん家でお泊まりっすか？それはまた今度な。とりあえず明日から調査開始だ。手当たり次第この猫探しの依頼を出した人たちを当たる。お腹空いちゃいました。だろうな。今日は一日駆け回ってたし、実家の店で夕飯食うか。おい、伊達屋のお好み焼き大好き。俺豚玉明太、あとデザートにアイス。どうせデザートはアイスだけじゃ収まらないだろう。さすが兄貴。そういえばお袋が今日から新メニューでフレンチトーストやるとか言ってたな。マジ？絶対食べる。やった、早く行きましょう兄貴。待て、お前はスクーターだからいいけど、俺はチャリだ。もういい加減、兄貴もスクーター乗りましょうよ。免許を持ってましたよね。いや、チャリの方が小回り効いて俺にとっては使いやすい。そういう兄貴、俺大好きっす。とにかく急ぎましょう。待ってよケルベロス、今水あげるから。お座り。午前中何件か白黒猫探しの依頼を出した人を訪ねたが、みんな似たような感じで猫が消えているな。ですよね。特に家から出そうとはしていないのに、いつの間にかいなくなってたって人ばっかしたね。あるいは外から窓などを開けられた形跡がある。それに SNS に猫の写真を上げていた人がほとんどだ。ケルベロス、お前は何が起きてるか分かったか？マジ？ケルベロスすごくね。何者かが同じような猫を集めている。つまり同時多発猫誘拐事件ということだ。そんな凶悪な犯罪がこの町で。許せないっす。お前そんなこと言って、横にあるのは何だ？たい焼き。さっき昼飯食ったよな。これは猫ちゃんたちのために力つけてるんすよ。大事件っすからね。腹が減ってはいいねはできないってやつです。腹が減っては戦はできぬだ。
ハウンドの優秀なメンバーのケルベロスからは何か意見があるようだぞ。もうケルベロス、散歩に連れてってやらないぞ。とにかくそれを食べてしまえ。午後もまた依頼人を訪ねるぞ。兄貴、助けてほしいっす。どうしたロミオ。俺、これまでの次回予告見返してきたんすけど、このコーナー何したらいいのかさっぱりわかんないんすよ。あ、どういうことだ。誰も次回予告してないんす。バカな、30秒でわかる次回予告って書いてあるだろ。でもでも、30秒でポーチドエッグ作ったり、あとあと回答に向かってとかとか言ったり。何だと。とても小さな子供たちには聞かせられない。まあ、まずいっすよね。そういう荒っぽい人間は絶対に児童福祉には関わらせてはいけないな。間違いねえっす。よし、俺たちはプロとして安全な次回予告を届けよう。やれるな、ロミオ。任せてください、兄貴。次回、サン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 。